それでは本日もユニケラランジ始めていきたいと思います。8時になりましょうで、おはようございます。おはようございます。はい、本日はユニケラランジ482回となります。今回のゲストは、ヌリトさんというふうにお呼びして大丈夫ですかね。ヌリノです。あ、ヌリノさん。はい、ヌリノさんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。お願いします。すいません、初っ端から名前を噛んでしまうという、本当に最悪なことをしてしまいました。ごめんなさい。よろしくお願いします。お願いします。本日ですね、本当に月曜日の朝からお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。結構朝は得意な方ですか？いや、めっちゃ苦手ですね。7時台の来たら久しぶり。ありがとうございます。というわけで本日1時間ですね、これまでの生い立ち等を含めていろいろお伺いしていければと思います。はい、はい、それでは、まずはじめに、今回のユニケララウンジは、現在のお仕事やこう取り組みといったところから、過去のこう経緯だったりとか過去の生い立ちといったところまで、お話をお伺いできればと思っております。はい、でまずはじめに現在やられている活動だったりお仕事だったりといったところについて、お伺いしてもよろしいでしょうか。あ、はい、わかりました。今は、近畿大学の3年生で、株式会社ラントルという会社を経営してて、一応会社の事業内容としてはその SDGs とかってご存知ですか？はい、もちろんです。そういう SDGs のこう施策を考えるそのまあ戦略コンサルみたいな感じなんですけど、それをいきなりこう SDGs っていうところから考えるんじゃなくて、個人として取り組めるエシカル消費っていう観点から、まあ、企業の SDGs の戦略を考えていくっていうような、まあ、研修であったりとかコンサルティングをしてるっていう一つの事業と、あともう一つがいわゆるそういうエコーとか、まあ、いわゆるこうソーシャルグッドな、まあ、商品を作られてるメーカーさんの協賛をいただいてて、まあ、そのメーカーさんの商品がもっと世の中に広まるように、まあ、大手小売企業との そのマッチング業務であったりとか、メーカーさんであったりとか小売企業さん このコーディネートみたいなところのサポートをしてます。なるほど、なるほど、ありがとうございます。まあ、他にもちょっと多岐にわたる活動をされていただいて、いるんだろうなというところはあるんですけれども、はい、ちょっとぜひちょっとそこについても、詳細をお伺いしていければなというふうに思っておりますので、はい、はい、いつ頃からまず、ラントレさんの活動を開始されたのかというところをまずお伺いさせていただいてもよろしいでしょうか。あ、はい、ラントレとしては、20歳の誕生日に株式で登記したので、本当に去年の8月で、今年の、この8月1日から会社としては2期目です。なるほど、なるほど。じゃあ、もう本当にちょうど1年ぐらいというところで、はい、でやられてきたということになると思うんですけれども、何かそのきっかけっていうのは何かあったんですか？あ、そうですね。起業しようと思ったのは、それこそ大学落ちた時に起業しようと思ったんですけど、うん、まあでも、なんかもともとは僕、母子家庭で、そういう母子家庭の母親を救うよう なんかそのサービスとかを展開しようとしてたんですけど、まあ、去年の 3月、2020年の3月にカンボジアに商品開発に行ってた時に、カンボジア、はい、はい、まあ、それこそソーシャルビジネス系で、まあ、現地の貧困層に対して、まあ、そういうサービスもしくはプロダクトの開発業務っていう形だったんですけど、うんうんうん、まあ、結構そういうスラムの人であったりとか、まあ、ストリートチルドレンの子供たちとかとこう密に接する機会が多くて、で、まあ、僕もどちらかというとその母子家庭でちょっと施設みたいなところで育ってたんで、まあ、でもなんかこんな日本の子供たちよりもっとこうひどい環境で育っている子たちってこんなにも当たり前にいるんだっていうところに、すごいその日本っていうか、まあ、自分とのギャップにすごい憤りというか、うん、なんかそのを感じて、あ、もっとこういう人たちを救わないといけないなと思って、いろいろ活動して始めたのがきっかけですね。なるほど、なるほど。じゃあ結構先ほどおっしゃっていただいた活動とかって、まあ、はい、なんていうんですかね、エシカル消費だったりとか SDGs っていうところをおっしゃっていただいたんですけれども、もともとのルーツはじゃあ途上国の問題解決型の何かこう取り組みというか、そういったところが起点になっていたということなんでしょうか。あ、そうです、そうです。もともとはそれこそカンボジアで開発してたプロトタイプを日本に持って帰ってきて本当に商品化しようとしてたんですけど、まあ、ちょうどコロナのタイミングで帰ってきて、でギリギリ本当に流行りだしたぐらい でなんかいろんな国がロックダウンし始めた時に帰ってきて、もう当分なんか海外渡航できないみたいな風に言われてたので、
で、まあ、ちょうどそのカンボジアでの商品開発は諦めて、まあ、日本で活動しながら、かつ現地のなんかそういう生産者の方を救えることはないかなと思って、まずはそのフェアトレードっていうところを、まあ、もっと日本で広めようっていう活動から始めました。なるほど、なるほど。ありがとうございます。まあ、いわゆるフェアトレードっていうところをおっしゃっていただいたと思うんですけれども、はい、それこそ、ね、なんか有名なところで言うと、例えばチョコレートとか児童労働の問題とかっていろいろあると思うんですけど、うん、はい、そのフェアトレードっていうところもどういった商品だったりとか、まあ、どういった商取引扱われてたりするんですか？あ、そうですね。フェアトレード商品、まあ、僕たちのメーカーさんとしてはそれこそ 10社から15社ぐらいいるんですけど、本当にいろいろですね。アパレルもあれば、まあ、そういう、木工雑貨もあれば、そういうノートとかもあれば、名刺もあれば、なんかいろいろ本当に結構なんでもあります。そうですね。まあ、僕たちそうカフェもやってて、まあ、そうカフェだとそういうコーヒー豆とかもそういうフェアトレードというか、ダイレクトトレードのものを使ってたりとか。なるほど、なるほど。はい、そのこうアパレルから名刺、まあ、木工ノート、いろんな商品扱われてるということなんですけれども、これは実際結構カンボジアの企業さんだったりとか、カンボジアでの商品を輸入してくるみたいな感じになるんですか？あ、そうですね。結構その日本の NPO 法人さんでそういう、まあ、カンボジアであったりとかミャンマーであったりとかバングラデシュであったりとかっていう、うん、現地と の, そのフェアトレードをしてる NPO さんがいるので、まあ、そこから降ろしてもらって、うん、まあ、直接販売したりとか。じゃあこう実際に、はい、プロダクトを扱っているのはこう、まあ、現地とやり取りをしている日本の NPO で、そこからこう販売促進の部分を担っていたりとか、そういったイメージになるんですかね。そうですね。結構いい商品持ってたりとか、うんうんうん、いい商品作ってる企業さんは多いんですけど、うんうんうん、やっぱりその影響力の部分っていうか、そのプロモーションであったりとかマーケティングの部分が苦手な企業さんが多い、企業さんとか NPO さんが多いので、まあ、その辺をこう Z 世代の方が、まあ、そうエシカルとか SDGs とか感度が高いので、そういうところの、うん、まあ、そういう弱連層にターゲットを向けてマーケティングとかプロモーションしていこうっていうところのサポートをしていただいてます。なるほど、なるほど。そうなるともうちょっとだけ詳しくお伺いしてみたいなと思ったんですけれども、はい、なんだろうな、フェアトレード商品のだからターゲットとなるのは結構若い方とかが中心になるんですか？あ、そうですね。僕らはそこをターゲットにしているっていうところで、まあ、理由としてはそれやっぱフェアトレードとかってちょっと、まあ、お高いというか、うんうん、まあ、フェアトレードが一般的な高性な価格なんですけど、まあ、日本って本当に安くていい商品が出回ってるんで、うん、まあ、やっぱりフェアトレードと比較すると高くなっちゃうというところで、やっぱりこの購入している層は、まあ、40代から50代とかが多くて、やっぱなんかそういう若年層に対してリーチできてないっていう現状があるので、うんうん、まあ、その辺をこう変えていこうっていう形で僕らがこうサポートさせていただいているという形です。なんかこれは結構イメージがなんというか難しいなと思ってお伺いしたいなと思ったんですけど、まさにおっしゃっていただいた通り、やっぱり、まあ、エシカル消費とかフェアトレードのところって、まあ、結構例えば私の親世代50代とか、なんかそれぐらいの人がちょっといいものを買いたいとか、はい、なんかそういった観点であの購入するっていうイメージがやっぱ強くて、なんかその若年層の方が買っていただくとかって結構難しいというか、かなり工夫が必要なんだろうなっていうことを思っていて、うん、なんかそういったところは何だろうな、例えばどんな取り組みとかどんな工夫をされてらっしゃるんですか？例えば、まあ、一番分かりやすいのでいくと、うん、まあ、イベントを企画するであったりとか、うん、まあ、例えばそういうなんかちょっとおしゃれな感じのドレスコード基本的にこのパーティーとかイベントの中にそういうフェアトレードの商品組み込んでいってプロモーションしたりもそうですし、まあ、SNS の運用を、学生目線でちょっとおしゃれな感じでこう撮影から入ってこう僕らが SNS の運用代行していくとかっていうところですかね。なるほど、なるほど。じゃ結構例えばインスタとかなんかそういう SNS でこうなんかより若い人にリーチする方法をあのコンサルしたりとかそういう感じだったりするんですかね。はい。なるほどな。なんかこう私もあの 若いというとそんなに若くないので、まあ、聞いてみたいなって思ったのが、はい、そのフェアトレードとか、まあ、いわゆるソーシャルグッド SDGs みたいなところってなんだろうな、若い方って結構そこにビットが立ってるというかアンテナがあったりされる方は多かったりするんですか？まあ、そうですね。多分今の、まあ、30、40代よりかは、まあ、20代
から、まあ、今の10代の方が、うん、まあ、そういうネイティブかなと思ってて、まあ、なんか結構僕もそうですけど、うん、結構学校教育の中で、まあ、それこそフェアトレードとか、うん、まあ、そういうソーシャル系のことを学ぶ機会が多かったので、まあ、必然とというか、まあ、あとはそうですね、なんかそういう、まあ、なんかちょっとそのバブルが終わってとか、なんかその時代の流れ的にはやっぱりその大量生産、大量消費、大量廃棄ってなんかあんまりいけてないよねみたいな、まあ、多分流れがあると思うんで、まあ、その辺で僕らは Z 世代はどちらかっていうとそういうソーシャルのネイティブによく言われてたりします、うんうん、なるほど。なんかね、なかなかこう先ほど申し上げていただいたように、なんだろうな、なんかいいことをやるのとどうしてもやっぱり値段が高くなってしまったりとか、うん、いいものを買うっていうようになった時に、なんかそことうまく、ね、価値観の融合っていうのが図れていくとすごいいいんだろうなっていうことをイメージしながらお話を伺いさせていただきました。あとは先ほどおっしゃっていただいたように、まあ、結構その、まあ、その売っていく、そのフェアトレード商品を売っていくっていうところだけではなくて、それこそSDGs の施策を考える戦略コンサルっていうところも、やられてるっていうことだったんですけれども、はいはいはい、これは何だろう、先ほどの話とはもうちょっと違う毛色の話だったりするんですかね。あ、そうですそうです、全く別で、うん、基本的に、まあ、先ほどの話は、そういうメーカーさん、結構まあ規模としては小さめの企業さんとかも多いんですけど、まあ、その SDGs 施策を考えるって言ってこの方は結構投資一部上場の大企業さんであったりとかっていうところとまあお取引もさせていただいててっていう形です。だから本当に全然住み分けが違うって形。じゃあ本当に大きな事業をまあ2つ持っててっていうような感じなんですかね。そうですそうです、はい。このまあ、先ほどその研修とかコンサルティングっていうところでしょっていただいたかなと思うんですけど、まあ、いわゆるコンサルとかって、はい、まあ、こう引き合いがあって、まあ、一緒にこう考えていて話したりしていくっていうところだと思うんですけど、はい、なんかこうどういったきっかけで企業さんからお問い合わせが来たりするんですか。そうですね、まあ、でも結構まあ経営層の方が多いんですけど、例えばでいくと、まあ、そう SDGs に取り組まないといけない、例えば経営企画部の部長さんクラスの方が社員さんに対して、じゃあ SDGs 施策を考えてくださいって言っても、結局社員さんって考えれないというか、いやいや出てこないんですよ。でそれの一つの原因としては、やっぱりその社員さん自体社会に対してそんなにアンテナを張ってないので、まあ、それはもちろん考えるはずがないと。だからいきなりその SDGs っていう大きな枠を考えるんじゃなくて、そういうエシカル消費っていう個人単位で取り組めるところから、まずは社会に対してのアンテナを張っていって、そこからこうどん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 、まあ、そういう、エシカルなアイデアと、まあ、企業の内外部の環境の分析とこうミックスしながら、どんどんこう施策構築をしていきましょうっていうところを、まあ、研修でやらせてもらってて、でそこから、まあ、そういう Z 世代とこうこうプロジェクトっていう形でコラボをしながら、本当にこう施策に落とし込んでいくっていうところで、だからそこら辺がちょっと普通のコンサルとはまたちょっと違うところかなと思ってて、ちゃんと最後、実行のところまで、まあ、ちゃんとサポートさせていただくっていうのが、まあ、弊社のなんか特徴というか。なんか結構その先ほどのものとかみたいな、まあ、こうなんだろうな、商品のプロモーションということではなく、まあ、一緒に考えてそれを具現化していくっていうところをやられているっていうことだと思うんですけど、なんか結構例えばですけど、まあコンサルとかしてくれる企業って、まあ、星の数ぐらいあるんだと思うんですけど、やっぱりこういう、はい、なんていうんですかね、なんかどういうところでその御社のこと知っていただいたりとか、なんだろうな、なんだろう、どういう文脈でなんかこうご活躍されてることが多いのかなっていうのはなんか気になりました。あ、そうですね。まあ、でも基本的にはなんか、紹介が多いですかね、今のところ。じゃあ、いいな、こういうのっていうふうに思ってくださった方が、他の、企業に紹介してくれてみたいな感じなんですかね。ですかね、が多いですし、あとはまあそういう経営者が開いてるパーティーとかに呼ばれて行ったりすると、まあ、そういう会社の役員さんとかも来てて、そこでも結構なんかバーってこう話し合って、まあ、なんかこう腑に落ちるというかこう納得してもらって、まあ、じゃあちょっと何かやってみようかみたいなのもありますし。なるほどなるほど。なんかこうなんとなく、まあ、私は全然経営とかやってないので、なんかイメージしてみたいなと思ったんですけど、はい、なんだろうな、いわゆる、まあ、なんかすごい偏見じゃないですけど、ちょっと気になったのが、
なんだろうな、まあ、こう Z 世代っていう観点からこう、まあ、話入っていくっていうことで、まあ、結構その、まあ、自分たちよりも全然こう年代が違う人と取り組みをしてったりすることって結構多いんだろうなっていうふうに思っていて、はいはい、なんかその辺は結構なんかご苦労だったりとか結構大変な部分があったりとかするんじゃないかなっていうのはちょっと思いました。あ、まあでもある時はありますね、まあ、結構なんか学生でとか言うと、うん、まあ、足元見てくる大人も今いるんですけど、まあ、でもそういう大人はあんまりもうこちらからこうもういいですみたいな、でそういう考えやと、なんかそういう考えでなんかそう SDGs が取り組んでもあんまりその企業のためにはならないかなと思うので、まあ、そういう企業さんは全然一緒にやる必要はないかなと思ってるんで、全然こっちからのことにしてるっていうところはあります。そっかそっか、まあ、本当に必要としてくれるだったりとか、まあ、必要に本気で取り組んでいきたいっていう企業さんと一緒にやっていきたいっていう意思の表れもあるんですかね。そうですね、まあ、結構なんかそれこそ SDGs ウォッシュってなんか言われたりとか、なんかこう目先というかこうなんていうか表面上の SDGs してる企業さん多いじゃないですか、結構。そうですね、それはそうなのかみたいな。なんかああいうのを見てると、なんかすごいなんかしょうもないっていうか、あんまり SDGs 表面的にやっても、なんか10年後、20年後のその会社のためにならないのになって思いながら、感じるとか多いですね。なるほどな。ありがとうございます。なんかこう、あとなんかもうちょっと、会社なんていうんですかね、座組というか、はい、なんか結構いろんなことやられてるので、結構なんだろうな、何人ぐらいでやってるんだろうって思ったんですけど、はいはい、メンバーってどれぐらいいらっしゃるんですか？一応従業員としては僕、3人従業員がいて、まあ、僕含め4人のメンバーで会社としてはやってて、うんうん、あとは、まあ3つその学生の団体っていうのを運営してるんで、まあ、その学生の団体は3つ合計して100名前後ぐらいからいると思います。うん、結構こうなんていうんですかね、いわゆるコンサルとか、まあ、いわゆるこうラッパーのところで入る人は、まあ、主に4名でやってて、あとはその具体的なアクションの部分は学生団体でやってるみたいな、そんなわけなんですね。結構なんかその、それこそ学生とコラボしてプロジェクトしたいっていう企業さんには、その学生、弊社の運営団体の学生とかと一緒にコラボしてやるってやったりとか。学生団体3つ運営してるって、なんか全然イメージつかないんですけど、なんかそれぞれこう、なんていうんですかね、ちょっと特徴が違うような学生だと思われてるって感じなんですか？一応全部住み分けは違うくて、まあ、一つはそういう、それこそ、株式会社で登記する前に、すぐカンボジアから帰ってきてすぐ立ち上げた団体ですと、それこそフェアトレード商品のプロモーション支援に特化した団体であったりとか、あとはそういうカフェ、それこそエシカルな空間を提供するために作ったカフェやってたりとか、それも全部学生が運営しててみたいな、バリスタも学生でみたいな感じでやってるんですけど、あとはもうちょっとそう大きい括り、それこそエシカルとか社会課題っていう興味がある学生のまあ、コミュニティというか、でなんか企業さんとコラボして、まあ、そのビジネススキルみたいなのをつけていきたいみたいな、学生に向けたそういうコミュニティやってたりとか、そういうの3つですね。なるほど、なるほど。じゃあ、本当にまあちょっと細かいこうニーズに応える形で、まあ、学生さんにも機会提供して、まあ、学生さんっていうとあれですけど、機会提供されているっていうところも同時に慣れてるってことなんですね。そうですね。結構、なんか僕が去年1年間、学生団体をやってて思ったのが、なんかすごい、そういう国際協力系とか、なんか社会課題に取り組んでる系の学生団体って、まあ、素敵なんですけど、なんかなんていうんですかね、こう身内学生だけで盛り上がってるっていうか、うん、結局なんか4年間国際協力やってきましたって言って、うんうん、でじゃあいざじゃあ就職どういうところにするのかっていうと、まあ、特にそういうソーシャルとは関係ない一般企業で営業するってなったりするのすごいなんかもったいないなと思ってて、なんか今まで費やしてきた熱はどこ行ったみたいなぐらいなんか関係のない業界とかに行くんで、まあそういうのがなんかそれはもったいないなと思うんで、まあ僕はできるだけ学生の間からそういう大人と組むとか、まあなんかちょっと社会を知るって言ったら大げさですけど、っていう機会を学生に提供、学生に感じてもらって、まあいかにそういう活動を長く続けられるかっていうところはちょっと続けてほしいなとはなんか思って、団体を運営してます。
なるほど。私が今ちょっと30で、で、私が大学生の時って、いわゆる学生団体の黎明期からまあ発展期ぐらいだったですね。で、その後4年ぐらい経って、まあ、だんだんこう下火になっていって、新しい動きができてきたっていう感じなんですけど、やっぱおっしゃっていただいた通り、私も国際協力の学生団体4年間やってて、なんか、証券会社とか行くわけですよ。もう意味わかんなくて、意味わかんないってすごい語弊がありますけど、なんかどこ行ったんみたいな。そうっすよね。なんかソーシャルグッド感がこう なんか学生終わったらもうそういうの終わりだからみたいな感じになっちゃって、やっぱりなんだろうな、まあ、もちろん今の中では例えばなんかマザーハウスとかで働いたりとか、まあ、こうそれこそね、なんかボダイスジャパンとか、なんか、まあ、そっち系の、いわゆる国際協力、まあ、JICA に近いところだったりとか、そこ行く人もいるけど、本当にほんの一部で、そうやっですぱりよ多くの人が全然関係ない。それこそ本当にね、一般企業の営業とかに行って、なんかそんなのだっけみたいな感じになっちゃってるのさ、私自身もすごい、なんかもったいないっていうか、なんだったんみたいな、なんか感そうじでるこすとよはね。そうあったので、めちゃくちゃそこは共感するというか、そうなんだよなって思ったので、なんか接点を持ち続けられるとか、やっぱビジネスの形にすると継続性が生まれてくると思うので、本当にそれはおっしゃっていただいた通りだなっていうふうに思いました。結構みんな何て言うのかな、思い出作りっていうよりは本当に、まあ、ビジネススキルをきっちりつけて、ちゃんとやっていくんだっていうモチベーションのメンバーが多かったりするんですかね。そうですね。まあでもそういう、まあでも半々ぐらいですかね。まあじゃあ残りの半分ないねんっていう話になってくると、まあ、そもそも大学生でなんかもうこれがしたいって決まってる人って多分もう1%ぐらいだと思うんですそうよ。ですね。で、なんかでも実際こう何がしたいのかわからないみたいな学生は、を僕は逆にあえてこの団体ではターゲットにしてて、まあ、理由としては、まあそれ何かしたい、何がしたいかわからないとか、まあ、何かしたいけど動けてないっていう学生に対して、じゃあそういうフェアトレードであったりとか、エシカルっていうツールを通してこう成長しましょうっていう形で、こうバーの環境の提供をすることによって、なんていうんですかね、そういう全くそうエシカルとかフェアトレードとか興味のなかった学生に対しても、そう成長できるっていうのが、まあ、向こうのこうメリットをこう享受することによって、勝手にこうフェアトレードとかエシカルっていうのをこうインプットをこうさせれるって言ったらいいですけど、こうしてもらえる環境になってるんで。だから、あえて僕らはそういう団体運営する上で、まあそういう、ソーシャルグッズのところに興味がある学生っていうよりかは、全然そういうところにない、興味のない学生をターゲットにしてるっていうところは。まあ、なんかまあそうするとこうなんかやりたいことが今まではなかったけれども、まあ、そういうところで見つけていったりとか、まあ、それそうこでそすね。ね、先ほどおっしゃっていただいたみたいなこう Z 世代のこうなんかビットが立つようなちょっとかっこいいとか、なんだろうな、なんかそういうちょっとおしゃれな感じだったりとか、まあ、こだわりみたいなところを、まあ、学生のうちにこうなんか知っていく一つの機会としてもそうです。役立ってるって感じなんですかね。はい、そうなればいいなっていう感じ。なるほど。ちなみになんか、ちょネットで調べたら、なんかヘリコプターの授業やられてるって書いてあったんですけど、そうなんですか？昔やってましたね。なんか、もそともうなんと、ですね。まあ、カンボジア行く前とか、僕ずっと営業マンやったんで、そうなんですね。はい、それこそ、なんか、明治乳業の営業、訪問販売とかずっとしてたりとか。で、その後、ベンチャー、新卒のキャリア支援の人材系のベンチャーで営業任せてもらってたりとか、で、ずっと営業してたんで、まあ、なんかお前営業できるからヘリ売れよみたいな形で、それこそその時働いてた会社の社長に言われて、まあ、全然いいですよみたいな形で僕やってたんですけど、まあ、なんかヘリとかまあ、一応その経営者向けに損金対策、まあ、節税的な対策として、ヘリコプターを運用するっていう形でやったりとか、まあ、遊覧を売ってたりとかしてたんですけど、まあ、別に僕、ヘリコプター売って、なんかおっさんの顔、なんか笑顔見たいわけじゃないしなと思って、なんかこうやってる意味あるんかなと思って辞めました。辞めたっていうか、一応代理店の利権はあるんですけど、もう全然表には出してないですね。なるほど。大変失礼しました。なるほど。まあ、じゃあ、どっちかというと、まあ、本当に自分がやりたいとか意味が感じられるものに、まあ、フォーカスを今しているっていう感じですそうですね。ね、完全に。
最後に1個だけ、この今やってることについてお伺いしたいのは、そもそもその SDGs というところに着眼したきっかけ、それこそ、なんていうんですかね、カンボジアの話だけだったら、フェアトレードだけでもいいかもしれないわけじゃないですか。そこ、この SDGs とか、エシカル消費、エシカル消費は、ね、フェアトレードに近いですけど、SDGs に着眼したきっかけっていうのはどういったところだったんですか？そうですね。そもそもそのフェアトレードとかもエシカル、ソーシャルグッドなプロダクトを広める上で、もともとは何ていうんですかね、2C に向けて広める方が正直早いなと思ってたんですけど、でも、なんていうんですか、いいものをいいからって言ってこう広げるのって、結構宗教的っていうか、なかなかその個人、一学生、名前もない一学生がこう広めるのってすごい時間もかかりますし、難しさを感じてて、僕が仮にそれこそ超有名、芸能人だったりとか、ジャスティン・ビーバーぐらい影響力があれば、多分それは叶うんでしょうけど、それは難しいなって感じてたんで、時に、そもそも、SDGs とエシカル消費って、相互関係というか、結構複雑に絡み合ってて、なんですかね、この社会とか環境とかに配慮する商品を選ぶ、そのマーケットができれば、そういう商品を提供する会社しか残らなくなってき、な、なくなってくりますし、そういう商品を提供する企業が増えれば、勝手にそこのマーケットもこう増えていく人か、買ってくれる人が増えると思ってて、本当に鶏と卵の関係性みたいな形で。ってなった時に、もうそもそも消費って、逆から見たらこうビジネスじゃないですか。ってなった時に、そこのもうビジネスの形ごと、もうそのエシカルみたいなものに変えていく方が、手っ取り早いかなと思って、で、2B に向けて、会社さんに向けて、100%のうち1%でもそういうエシカルな部分を事業を持ってくださると、それを本当に100社がやれば、世の中って大きく変わるなと思ったんで、2B に対してやれるようになりましたね。ありがとうございます。まさにおっしゃっていただいたように、そこに鶏卵だけれど、どこかこう、なんていうんですかね、こうビジネスごと、少しずつ変えていくっていうところを今取り組まれてるっていうことなんですかね。ありがとうございます。ちょっと今までのお話、ちょっと興味深くて、いろんなことをお伺いしていたんですけれども、ここからはこう原点に遡って、生い立ちをお伺いしていきたいなと思います。まずは、幼少期についてお伺いしたいんですけれども、大体こう、なんていうんですかね、小学校入学前ぐらいまで、こうご自身がどんな子だったなとか、なんだろうな、こんなことを覚えてるなみたいなところってございますか？そうですね。でも、それこそ、母子家庭っていうのもあって、その施設、母子寮みたいな形の施設で育ってたんで、あんまりいい記憶はないっていうか、それは結構きっかけで、今の原動力になってる部分もあるんですけど、結構、それこそ保育園とかも、みんなはお母さんとか、お父さん、家族が迎えに来てくれるのに対して、僕は結構施設の先生が迎えに来てくれてたりとか、土日も母親と遊べずに、施設の先生と遊んでたりとか、っていうような感じですかね。で、またその母子寮というところで、育っていて、結構施設の先生とコミュニケーションする機会が多いということで、結構その大人と結構接点が多かったような、じゃあ子供時代だったって感じなんですかね。ああ、そうなんですかね。確かにそう言われてみればそうかもしれないです。ありがとうございます。そこから、保育園経って、小学校、中学校ってどの学校っていうところに入っていくと思うんですけど、小学生の時って自分どんな子だったなとか、どんなことを覚えてるなとか、そういうのってあったりしますか？でもすごい内気というか、シャイですね。今もシャイですけど、めっちゃそうな人んで見す知りでね。すね。全然あんまりそう思わなかった。本当ですか？めちゃくちゃシャイです。そうなんだ。小学生の時って、例えばクラブ活動みたいなのだったりとか、どういうことに時間を使うのかって人それぞれかなと思うんですけど、どんなことを覚えてらっしゃったりしますか？でも、
なんかいろいろスポーツはなんかやらせてもらったなっていう記憶はあります。あ、まあ、それこそその保育園まで施設でいたんで、で、その施設が広島だったんで、で、小学校からそれこそおじいちゃんおばあちゃんの家にも戻ってきて、こう大阪に帰ってくるんですけど、まあ今ずっと大阪なんですけど、で、まあ別に友達とかもいなかったんで、すごいなんか母親とかにはそういうスポーツっていうのを通して、まあ、友達を作る環境を提供してもらったじゃないですけど、なんか本当にサッカーやったり、ソフトボールやったり、なんかラグビーやったり、水泳やったりとか、まあ、それこそ格闘技したりとか、なんか結構いろいろやらせてもらった記憶すごい。え、その中で一番これハマったなみたいなのってあったりしたんですか？そうですね。まあ、ずっとサッカーはずっとやり続けてて、っていうのと、あとはまあずっと格闘技はずっとしてましたね。黒帯2段ぐらいまでは。すごい。なるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃあもう学校行って、例えば放課後とかは、そういうスポーツクラブで行ったりとか、そんな感じの、小学生生活だったんですかね。そうですね。うん、ありがとうございます。まあ、そこからまあ中学校、高校っていうところに入っていくと思うんですけど、中学校とかはどんな環境だったりとか、ご自身がどんな、なんていうんですかね、どんな感じだったのかとかって、なんか印象的なことありますか？ああ、まあでも、中学校は、まずそれこそずっとサッカー部でサッカーずっとしてたんで、うん、なんか本当にサッカーの記憶しかないんですけど、ずっとサッカーをしてて、まあでも3年間学級代表はしてました。まあなんかその頃ぐらいから、こうなんかちょっと、リーダー気質じゃないですけど、なんかそういう、まあなんかこう、責任を誰かに取られたくないみたいな、なんかこう、強いになったっていうか。なんか例えば自分が悪いことしてるのになんか自分以外の誰かが怒られるとか、うん、なんかこう連帯責任とか、なんかそういうのなんかどうしようと思うようになって、うん、なんかそうやったらこう自分がこう先頭だってやってる方が、うん、なんか良くも悪くも自分に合ってるなっていう気はしてて。ああ、なるほどな。なんか結構その、まあ、おっしゃっていただいたことは、なんとなく理解はできつつ、なんかそれに気づくのって結構難しいかなって思ってて、なんか、なんでこんな謎のことやらなあかんねんみたいな、なんか、こう、なんかそれだったら自分がこう責任を負う立場にいた方が、まあ、楽っていうと語弊があるかもしれないですけど、なんかそういう、なんだろうな、まあ、いわゆる自己認知だと思うんですけど、はい、なんかそういう、こう、リーダー側の、その目線に立っている方が肌に合うなっていうふうに思った。なんかきっかけというか、なんかいつ頃それに気づかれたのかなっていうのはちょっと気になりました。いつ頃、そうですね。まあ、でもなんかじわじわって感じなんですけど、まあ、いろんなそのまあ中学生だったらこうイベントごととかを通して、うん、まあ、なんか成功するも失敗するも、うんうん、まあ、でも結局なんか成功しても、まあ、自分が一番目立ちますし、失敗しても一番自分が怒られるっていうところで、何なんですかね、目立ちたがり屋なんですかね。なんか、なんか、そうですね、そういうイベントごとを通して、うん、まあ、なんかこう日の目を浴びるのが好きだったとか、じゃ結構その小学生の頃のこうシャイだったりとかちょっと人見知りだったなみたいな頃からは、なんだろう、性格としては変わった部分があったっていう感じなんですかね。うん、まあそうですね、まあ、でも割とこう何でご矛盾するんですけど、うん、日の目を浴びたいとは言いつつも別に僕が前にだってでこう大きい声を出して喋るっていうよりかは、まあ、大きい声を喋れるやつに僕がこう指示して大きい声を出して喋ってもらうみたいな立ち位置でした。じゃあこうどっちかというとこう自分がわわ言うっていうよりはなんか人を動かすとか、まあ、最後結末みたいな、なんかそっち側のリーダーシップっていう感じなんですかね。なるほど、すごいな。割と今もそうですね、はい、ずっと中学校の時からずっとそうで、うんうん、今もだから割となんか自分の、まあ、長所っていうかなんか恵まれてるとこ恵まれているなっていうところは結構その人の配置であったりとか、なんかその人のなんか特性みたいなのを見極めて、まあ、ある程度その最善な位置にこう置くっていうのは割となんか昔からなんか得意やったような気がします。なるほどな。なんかもしかしたら結構その例えばサッカーとかも含めてラグビーとかもそうかもしれないですけど、まあ、野球とかもなのかな、なんかこうね、団体いわゆる団体スポーツって言われるものとかって結構婦人がやっぱり命だったりすると思うので、はいはい、なんかそういうところからもしかしたらつながってるのかなっていうのもちょっと思いながら話を伺いしました。
あとは、まあ、高校生、まあ、ここから中学から高校にかかっていくっていうところになるかなと思うんですけど、まあ、高校ってなると、まあ、選択肢があるようなないようなみたいな感じで、こうなんかどういう高校に行くのかとか、まあ、どういう時間の使い方するのかっていうところに、またこう幅が出てくると思うんですけど、高校生の時はどんな感じで、まあ、どういうふうにここを決めて、どういうふうな時間の過ごし方されてたんですか？そうですね、高校を決めた理由は、まあ、家から近かったっていうのと、あとはもう校則がなかったんですよね。で、なんか自主規制みたいな、自分のことは自分で律しなさいみたいな感じで、校則がなかったんで、別にだから髪の毛染めてもよかったですし、制服なかったですし、みたいな感じで、で、なんか授業の取り方も普通科とは違うくて、なんか総合学科っていう学科で、そうだまっあ、たんですね。なんていうんですか、こう、普通の高校なんですけど、大学っぽくて、自分で授業を自分で決めるみたいな、まあ、その辺もなんかこう、自分で律しなさいみたいな感じで、だからすごい本当に僕とかだったら、高3の時とかは本当に、集中体育、集中2で美術みたいな授業なんだけど、僕はずっと絵描くの好きだったんで、だから美術と、あと体動かすの好きだったんで、美術と体育ばっかりで、だから理科系とか、数学系とかは全然取ってなくて。すごい、なるほど。結構自分の裁量で自分はこれを受けたいんだっていう意思を持って決めていくっていうところを、もう高そうです、校そう時で代す。からやられたんですね。はい。なるほど。そうなると、なんか私は本当に普通科の高校にいたから、なんかあまりで、なんか本当冒頭受けてたんですけど、なんかその、もうその頃からその体育、まあ、体育っていうのは元からやられたと思うんですけど、美術っていうのはなんかどの辺から来てるんですか？いや、わかんないです。なんか、なんとなく最初に1年生の時に芸術科目をどれか選択しないといけないっていう形で、3つ選択肢があって、音楽、書道、美術やったんですよ。で、まあ音楽は僕、音痴なんで、まあ外れて、で、あと2つで、で、まあ書道、僕のおばあちゃんがこう書道の先生、師範なんで、なんかあんまりなんか書道嫌やなってずっと思ってたんで、書道外れて、で、とりあえず美術受けたらなんかわかんないですけど楽しくて、で、その辺からなんか絵描くの好きになって、で、まあ本当に最後の方とか本当めちゃくちゃでっかい、多分100センチ、120センチとか、結構デカめの、そうそうです。の、なんか油絵を描いて終わって。まあでもその辺か、なんかその辺もなんか結構企業に、の、なんか僕のマインドにちょっとつながる部分が、なんか結構美術のところから来てて、なんか、これちょっと余談ですけど、なんかこう企業、最近起業する子増えてるみたいな言うじゃないですか。でもなんかこう、僕目線で見ると、なんかこう、起業したいやつがすごい多いなっていう感じで、なんか、なんていうんですかね、こう、何か描きたい世界があるから起業するだけであって、なんかなんかその辺ってすごいなんか絵を描くことに似てるなと思ってて、なんか油絵とかもそれこそなんか自分がこういう絵を描きたいとかこういう世界を描きたいっていうのを、まあなんか油絵っていうツールを使ってキャンパスに描くだけじゃないですか。で、それってすごいなんかこう起業することにも似てるなと思って、なんか自分はこういう例えばエシカルがかっこいい世界を作りたいっていうその世界観があって、それをまあ会社っていうツールで、例えば日本社会だったら日本社会っていうこうキャンパスに書くだけであってみたいな、まあ、その辺のなんか僕の起業家論みたいなのは結構なんか美術からやってきてます。まあ、いわゆるこう手段と目的の盗作みたいなあ、感じそうです、でそうすでね。す。それは目的ではなく手段なのではみたいな。なるほどな。じゃあそういうこう、まあ、高校時代の学びからこう今の、思想に関わる部分っていうのが生まれてきてるってことなのかもしれそうないですですね。ね。なるほど。ありがとうございます。そっか。じゃあ、まあそういったところも踏まえて、こう高校までの経験が今に生きてるっていうことだったんですけど、まあ、そこからさらにこう大学進学っていうところが、まあ、念頭に置いていかなくちゃならないところになってくのかなと思うんですけど、まあ、高校時代にこう、まあ、なんか大学どこ行こうみたいなことを思ったり、あるいは大学ではなく、まあ、こう社会に出るみたいな、いろんな選択が取り得るかなと思うんですけれども、進路選択についてはその当時はどういうふうに考えてらっしゃったんですか？そうですね。もともと、まあ今、落ちて近畿大学なんですけど、もともとは早稲田目指してて、で、まあ、早稲田目指してた理由も、まあなんかこう、何か自分がしたいことができたときに、
じゃあなんかもともと僕お金持ちになりたいと思ってて、ずっと高校の時は、うんうん、で、まあでもなんか特にはこう、まあ何の意味もなくお金持ちになりたいと思ってただけで、うん、まあなんか昔ちょっとまあその施設で育ってたとかのもあって、なんかこう物質的豊かさを求めてる感もあったんで、ってなった時にお金持ちになるためにはまあバカとつるんでてもお金持ちにはなられへんやろなと思ってとりあえず賢いやつとおらなあかんのちゃうかなってその時は思ってたんで、うん、ってなったらこう賢いやつがおるとこに行こうってなって、こう早稲田を目指すんですけど、うん、まあでもなんか一緒に住んでたおじいちゃんが余命宣告されたんで、まあなんかこの実家から通える範囲にしてほしいって言われて、ってなってくると関西でまあ私立で賢いところってどうしてしかなかったので、うん、でまあ早稲田勉強してたらどうしたとか余裕で A 判定で結構上位や、もしどかでも上位だったんですけど、だから花伸びてて天狗になってたんで、あのまあ母子家庭っていうのでもあって、母親にあんまり受験でお金をかけさせたくないっていうのもあって、あの普通何日程とか何学部とかなんかいろいろ受けるじゃないですか。そうやって一本に絞って受けたら見事にそれをミスってしまって、結局近大に行く羽目になった、うんうんうん、受験は本当にこれドラマですよね。もうなんかそんなことあるみたいなことがね、起きてしまうのが、まあ、受験のいいところでもあり悪いところでもあるのかなと思ったんですけれども、その例えばですけど、その学部選びみたいな観点で言うと、なんかどういう着眼点で学部選んだり絞ったりされてたんですか？はい、あ、でも本当に僕は近大も経営学部なんですけど、はい、もう小学部系か経営学部系かっていうのが絞ってましたね。うんうん、もうなんか金持ちになりたいんやったらそういうとこ学ばなあかんやろ、うん、めっちゃ安直な考えで。確かに確かに、うん、あんまり、まあ、実際行ってみて意味はないなるほど。結構あれなんですね、なんかそのまあまさにせよどうしてですよ、あの気にですよ、なんだろうな、勉強に対する抵抗感だったりとか、なんかそこ苦手だなみたいなのあんまりなかったって感じなんですかね。あ、そうですね、特に、まあ、まあまあ好きではなかったですけど、うん、まあ、それこそ手段なんであんまり、まあ、目的さえ達成されるためには頑張るしかなかったんで、頑張ってますね。その辺は結構、まあ、やらなきゃいけないなっていうことに対してはかなりこうストイックにやっていくようなタイプだったんですかね。まあそうですね、まあ、結果落ちてますけど、うん、ね、まあ、そしてもともとこう、まあ、望んでいたというか希望していた、まあ、経営を学べるっていう風な環境に身を置くことになられたと思うんですけれども、まあ、大学に入ってみて、まあ、こうなんかどういう風に時間を過ごしたのかっていうのもそうですし、なんか想定したことと、はい、例えば何かギャップがあったりとかしたのかとか、そういうところもあれば教えていただきたいなと思いました。うん、そうですね、まあ、経営学部でいろ、まあ、学んでるんですけどあんまり身にならないというか、まあ、別にこの人たち経営者じゃないしなって思っちゃう。確かに。なんかそういう経営の部分を学術的な部分、うん、論点からこう論じてるだけであって、まあなんかその何々論みたいなの確かにこう学ぶんですけど、でもそれをこうアウトプットする場がないんで、あんまりためにならないなっていうのは多いですね、学校。まあ、実践の機会とセットではないっていうところは確かにね、来るのかもしれないですね。そうですね。大学に入られて、例えば大学生になると、まあ、途端にこうバイト選手になる子もいれば、学生団体とかに入る子もいれば、いろんなこう時間の過ごし方のオプションがあると思うんですけど、ご自身は大学に入るときにどういう時間の使い方をしようかなとかってイメージはあったんですか？あ、でももう大学落ちた瞬間起業しようと思ってたんで、もうなんかこいつらと一緒にされたくないとか近代生と一緒にされたくないと思ってたんで、うん、あのとりあえず人と違うこと表現しないとあかんなってなった時に、うん、まあ、せっかくなら自分がしたいことを表現しようと思って、まあ、母子家庭の母親を救うために起業しようと思ったんで、うん、で起業するために何が必要かって考えた時に、うん、もう全然その時知識とか何もなかったんで、とりあえず売り上げ作る力かと思って、なんかずっとそれこそ先の話に戻るんですけど、営業、本当に大学1年生の春からずっと営業してたんで、もう基本的なとか、それこそサークルになんかめっちゃ行くとか、バイトめっちゃするとかっていう時間はなかったので、もうひたすら大人と一緒にずっと営業してたっていう形です。なんかその、まあ、すごい腹くくるわけじゃないですか、それって結局。なんか自分がやりたいことがあって、そのために必要な
営業力を、まあ、得るために何かをやろうみたいになると、まあ、かなりストイックだなという印象を持ったんですけど、まあ、営業していって、例えばなんかまあご自身に合う合わないとか、成果が出る出ないみたいなところあると思うんですけど、営業っていう経験自体はご自身にとっていかがでしたか？ああ、でも良かったですね。どの辺やっぱがそ良かったんでのすか？コミュニケーション的な部分であったりとか、まあその引き出し方、相手のその、まあ、課題であったりとか、要望であったりとか、そういう部分の引き出し方であったりとか、まあ、そうですね、話し方一つにせよ、この表情とか、相手にペース合わせるとかっていうところは、すごい勉強になったなっていうのは。確かに。なんかまあ営業とかってなると、やっぱ自分主体ではなく、まあ、相手からいかに引き出すかとか、いかにはこうね、意向を変えていくかっていうところになると思うので、なるほどな、ありがとうございます。で、今は大学っていうと何回生になるい。の？今は3年生です。あ、なるほど。ってことは、まあ、1年生から始めて、そのいわゆる営業っていうのをやられてたのはどれぐらいの期間なんですか？でも言うて、1年ないぐらいですね。多分5月ぐらいから、それこそ訪問販売の営業してて。で、まあ、その年の冬ぐらいではなんか終わってるんで、営業活動としての活動は。そこからその先ほどもおっしゃっていたように、あれですよね、なんかベンチャーで働くみたいなことをされてたんあ、そうです、そうでですす。か？だから、春ぐらいに始めて、その訪問販売の営業は秋ぐらいに終わ、やめて、で、そこからベンチャーで働いてたんで、そうなんだから、そうか。カンボジア行くまでは一応働いてましたね、営業マンとしては。で、カンボジア帰ってきて、なんか学生団体という形で立ち上げて、で、法人登記して、今に至るみたいな流れです。だから、あんまり、あ、大学生してなかったっていうか、そうですよね。基本的になんか、大人とつるむっていうか、大人の人といることの方が多かったですね、基本的に。ちなみにその今、まあ、一つ転機となったカンボジアへの滞在っていうのがあると思うんですけど、これはこうなんかいつ頃何故カンボジアだったのかっていうところをお伺いしてもいいですか？ああ、なんかその学校が出してるプログラムの一つで、東京の NPO 法人さんが提供してる、なんかその海外でのそういうなんか商品開発を学ぶみたいなプログラムを近大でもと、なんか近大でやってたみたいな形で。で、なんかそれでこう応募がかかってて、で、まあ、その時実際こう起業しようとは思ってたんで、でも起業する際仲間いるなと思って、こういうところに行けば、まあ起業したいやつ一人や二人おるやろ、ぐらいの気持ちで行きました。別にカンボジアに興味があったとか、もともとそういうソーシャル系に興味があったわけではなく、たまたま行って、たまたまなんかそこで、まあ、自分のバックグラウンドとかとこう重なって、すごいそういう途上国であったりとか、ソーシャル的な部分に興味を持ち出したっていうような感じです。なんかまあその、まあもともとじゃあ起業したいというバックグラウンドがありました。で、カンボジア今仲間できるだろうなって思って行きました。で、自分の背景、バックグラウンドと重なる部分があり、まあそちら系に興味を持ちましたから、自分のビジネスにしていくっていうところには、結構なんか断絶というか、なんかハードルがあるだろうなっていうふうに思って、なんかまあ興味があるっていうことと、実際にアクションするっていうことと、法人登記するのって、やっぱそれぞれ段階があるかなって思ったんですけど、なんかその興味を持つところから、起業するところまで、なんか行けたのはなんでだったんですか？なんでなんですかね。僕、あんまりだからそこにハードルを感じないんですよね。おお。ああ、なんかそもそもしたいことがあったらすぐやっちゃうタイプなんで、別になんか法人、株式会社登記するのも30万あれば別に建てれるじゃないですか。なんで、別にそんなに、なんかノリに近いですね、ほぼ。なんか必要だったみたいな。それこそずっとフリーランスでやってたんで、で、なんか団体の時も別に任意団体なんで、これといった法人格はなくて。で、ただ、そういう取引先に、まあ、それこそ投資一部上場のすごい大手の役員さんとお話しする機会があって、で、そこと、まあ、でも実際、こう、投資一部上場の企業ってなると、こうほあのフリーあの個人事業では契約書を巻いてくれないんで、法人格を持つ必要があって、では社なし法人格、社なし株式で投資したみたいな感じなんで、全然そこら辺にハードルはなかったですね。
なるほど、まあ、つまりこう何かを決めてこう何かをやっていくっていうよりは、何か目的に向けた行動をしている中で、まあ、手段として発生したものをやっていくっていうようなそうそイうでメーす。ジってことですよね。はい。なるほどな。わかりました。ありがとうございます。で、ここからちょっと未来についても話を聞いていきたいなと思うんですけれども、こう今こう団体として、会社として取り組まれていることもあると思いますし、あとは、まあ、個人としてはこう起業家になっていく、なっているというところもあると思うんですけど、まあ、今後チャレンジしたいこと、実現したいことっていうのはどういったところにありますか？そうですね。まあでも会社としては、まあそれこそ去年1年間、なんか本当に、まあ、そうソーシャル系のビジネスって、なんかすごい難しい部分があるんで、結構なんかいろいろフラフラしてたというか、いろんなことに手出してたんで。で、まあそれがこの1年間いろいろやってみて、ある程度2つの事業っていう大きなサービスで、こう、バチンと自分の中で決めれたんで、で、まあ今その従業員さんにいるんで、まあそのメンバーと一緒にそのサービスをこう、どんどん大きく展開していこうかなっていうふうには思ってて。っていう会社単位ではそうですね。で、まあ個人単位としては、まあでもそれこそ、まあでもちょっと会社にも近くなっちゃいますけど、まあ、自分一人がこう稼げるっていうよりかこうみんな、メンバーがみんな稼げるような環境にはしていきたいなっていうのが個人的なミッションですね。まああとは、あ、ちょっとごめんなさい。はい。あとは、そうですね。ちゃんと学校卒業するということぐらいですかね。まあでもかなりね、大変ですよね、二足のわらじってなると。なかなか面倒くさいことは多いですね。なんかちょっと、そういえばって思ったのは、その従業員の方、3名いらっはい。しゃるっていう話だったんですけど、なんだろうな、どうやって仲間集めしたんですか？あ、でもそれこそあれです。カンボジア行った時のメンバーです。でじもゃあ割ともだから目的は達成されてたんですう、ね。結果とはですけど。もうなんかもう、ね、お釣りが来ると言ってもいいぐらい、じゃあカンボジアは本当に、なんだろうよな、かったまあ、です。よかった。結果的に。なるほど、ありがとうございます。まあ、じゃあ今はこう、なんていうんですかね、会社として向かっていきたい方向性も、まあ、個人として目指しているところっていうのも、まあ、かなりこう密接に絡んで、やっていこうかなっていうところなんです。まあ、制約として大学卒業あるけどみたいな。なるほど、ありがとうございます。なんかでも一個ちょっと思ったのが、なんかなんだろうな。結構私の周りも起業してる友人とかっているんですけど、なんか学生の時にやってる子ってなんか起業するからって言って学校全然行かなくなって辞めちゃう子が結構多くって、ああ、なんか多そいれですでもね。やっぱ卒業目指してたりとか、それこそカンボジアも学校のプログラムなわけじゃないですか。なんか起業してる子全然学校来ないから、なんか そのプログラムもあんまり知る機会とかってない子が多かった印象があって、なんかちゃんとその学校の方にもアンテナが立ってるのがすごいなって思ったんですけど、なんかそれはどうやって両立してるんですか？まあでもなんか、そもそも、まあ2つあって学校辞めない理由は。休学しない理由は2つあって、1つは、まあ、そもそも学生起業家名乗ってるのに、なんか休学してんのちょっとダサいなと思うっていう。なんか休学しながら、休学してんのに学生起業家名乗るやからいるじゃないですか。僕、あれすごいなんか嫌いで、なんか時間社会人と同じぐらいあるから学生起業家とか言わんやろ、それって言うんですけど、っていうのが1点と、もう1点は、まあ、それこそおじいちゃんが、全額払ってくれてるんで、学費を。まあもうなくなっちゃったんですけど、まあ、だからもうなくなっちゃったんで、もう恩返しできないんで、まあなんかその学費払ってくれてる分、まあ4年間でちゃんとこう、現役で卒業するのが、まあ最後の恩返しかなと思って、大学は休学もせず、辞めず、ちゃんと4年で卒業しようっていうので、まあ行って、頑張ってるって感じですね。なるほどな。いや、めちゃくちゃかっこいいですね。そうか。じゃあ、なんだろうな。まあ、もちろん、その、まあ、個人としての、まあ、考え方だったり、なんだろうな、まあ、こだわりっていうのもあるし、やっぱりこう、周りの、まあ、ご家族だったりとか、そういうところへの、なんだろう、恩返しっていうところも、まあ、同時にあるっていうことなんですね。すごいな。なるほど。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと最後に、最後のパートに入っていきたいんですけど、まあ、こう、
今おっしゃっていただいたみたいに、まあ、多くのことはまあ目的があって手段があるっていう、まあ、構造であると、まあ、で、はい、そのために何かをしていくっていう、まあ、だからすることはあくまで手段であり、まあ、目的がこうバチって決まることっていうのが、まあ、そのなんだろうな、目的に向かうためにはおそらく大事なことなんだろうなと思うんですけど、まあ、やっぱりユニーク世代の方とかって、まあ、先ほどおっしゃってみたいな起業したいみたいなそれは手段やんみたいなことってまあいっぱいあるように、やっぱりこう何をしたらいいか、何がしたいのかっていうところがなかなか分からなかったり、それこそ今それが決まってる人って大人も含めてやっぱり多くない、何がしたい、何を実現したいのかっていうところにはやっぱりあんまりイメージが湧きにくかったりとか、だからこそ何をすればいいのかよくわからんみたいなことってやっぱりよく起こることだよなっていうふうに思ってるんですね。で、なんかこうそこに対してやっぱりニック世代の人にこうしたら動きやすくなるだったりとか、こういうふうに目標設定すればあとやるだけの状態になるみたいな、まあ、特に目標とか目的の設定のところですね、なんかもしアドバイスがあればいただきたいな、もちろんこれに関わらずでもいいですけど、ニック世代の方へのアドバイスいただけるとありがたいなと思っています。なるほど、そうですね、まあ、なんか僕の中でこう大事にしておくことは2つあって、1つはまず大きいことから考えることっていうのはまあいつも意識してて、まあ、基本的、まあ、これも僕も起業する前にある経営者の方から言われたことなんですけど、やっぱりこう例えばこういう世界を作りたいからこういう手段があるとかっていうのって、基本的に大きい世界を描かないと足元ってこう地道にしないといけないことって見えてこないと思うんですよ。この小さいことからやっぱ大きいことは考えないなと思ってて、だからなんか起業したいとかも結構なんかこう小さいことやと思う。だからその結構こう、まあ、なんか現実を見るのも大事なんですけど、まあ、でもなんかそこにこうやっぱり小さいことから考えちゃうとそこだけにとらわれちゃうので、もう自分の選択肢の幅も狭まりますし、まあ、サービスやったサービスも狭まっちゃうんで、やっぱりこう競合とかも多くなっちゃうかなっていう気はするんで、まずは大きい世界を考えてからこう小さいことを考えようっていうふうにしてるっていうのが一つと、あとは自分の中でこうかっこいいかかっこよくないかみたいな判断基準を持ってて、で、なんか僕は常にこうかっこいい方、自分がかっこいいと思う方をなんか選んできたっていうのはあります。だそれこそ、まあなんかこう、まあ起業家にもなんか2パターンあると思ってて、なんかそういうゴリゴリ稼ぎたいタイプの起業家と、なんかちょっとソーシャル系な起業家と、で、なんかこう自分のバックグラウンドとか、まあ、自己分析を加味した上で、自分がかっこいいなと思う方は、こういうソーシャル系で会社を経営することを僕はかっこいいなと思ったっていうのと、自分のその世界、作りたい世界に一番こう、手っ取り早い方法やなっていう形で起業したっていうだけで、まあ、なんでだから別にそれが起業じゃなくても、まあ、別に就職でもなんか何でも旅人でも何でもいいと思うんですけど、まあ、なんせこう自分がかっこいい方を選んでいけばいいかなっていう形です。その自分がかっこいいと思う方っていうと、すごい、なんだろうな、考えやすいように見えるけれども、それには、まあ、深い自分に対する理解だったりとか、眼差しっていうのが、すごく必要なんだろうなと思ったので、まずは結構自分のかっこいいの価値観、まあ、多分、それそうは、ですまあ、ね。美術とかにももしかしたら近いかもしれないですけど、まあ、美徳とか、なんか美意識みたいなところにも、もしかしたらつながるのかそうなっですていうね。ふうにも思いました。確かに。そうですね。かっこいいが何かみたいな、確かに、決めの中で決めておいた方がいいかもしれない。今ご質問1点いただいて、あ、ごめんなさい、今下げてた。全然全然大丈夫大丈です。夫ですか？今ちょっとご質問1個いただいてるので、こちらもぜひお答えいただければなと思うんですけど、自分は保険をかけながらハードルに挑戦する癖、回り込みながらやる癖があるのですが、ハードルを感じなくなりたいです。どうすればハードルを感じなくなりますか？ということで、まあ、こう多分何かが起こったらどうしようとか、そういう不安感がありながら、まあこう、結構保険をかけずやっていくみたいなことかなと思ったんですけど、こうストレスでドーンっていくっていうところに対して、どういうふうにしてますかっていうご質問いただきました。なるほど。でも、それこそさっきのかっこいい、かっこよくある話になるんですけど、なんか自分がかっこいいって思ってるものに対して取り組むのってそんなにハードルを感じないかなっていう気がした。なんか、まあ、例えばですけど、まあ、なんかじゃあ、例えばこう好きな女の子にこうかっこいいと思われるために、例えば髪の毛を切るとかって、なんかそんなにハードル高くないじゃないですか。なんか確かに。例えが難しいですけど。そうでいや、すね。でも分かります。なんかそう、かっこいい自分に近づくために対してのそのハードルって、なんかこうフラットに見た時のハードルよりもこう低く見えちゃうかなっていう気がしてて。
な。例えば、これを達成するんだとか、売り上げ 500% みたいなやつじゃなくて、自分がかっこいいと思うのはこういうやり方だみたいな、そうていそうか、あり方にフォーカスしていくような、なんかそんな感じなんですかね。うです。そうですね。の方が、なんかいろいろこう楽っていうか、考えやすいかなっていう。まあ、あとはでも、別にその保険をかけること自体、そんなに、僕も一応、経営、ひよっこの経営者として、一応なんかリスクヘッジはしないとダメなんで、保険っていうか、最悪の状態は考えてますけど、別になんか、そうですね。保険をかけつつも、そうですね。ハードル、そうですね。ハードルに挑戦するっていうのは別にそんなに悪いことではないかなっていう気がするんですよ。ただそのハードルが低く見せる、自分を錯覚させるじゃないですけど、させるためには、こう、なんか一つ自分の中でかっこいい軸っていうか、それこそコメントでもおっしゃってくださってますけど、そのポリシー的な自分の軸みたいなのがあった方が、その壁みたいなのはなんか、実際よりも低く見えちゃうかなっていう気は。確かに保険をかけることとハードルを下げることは、確か別の話っていうのは、もしかしたらあるのかもしれない。なんか両方に取り組めば良いということなのかなっていうふうに思いました。なるほど。ご質問いただきありがとうございました。では、9時になりましたので、こちらで本日のユニークキャララウンジ以上とさせていただきたいと思います。本日のユニークキャララウンジ482回と、なりました。本日は、ノリノさんにお話をお伺いさせていただきました。お時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。